トム・ティクバは、ドイツ、ブッパータール出身の映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。ティュークバが母国語のドイツ語の発音に近い。子供の頃から映画に興味を持ち、11歳から8ミリメートルで映画制作を始める。高校を卒業後に、多くのフィルムスクールに申し込んだが受理されず、ベルリンの映画館で8年間、映写技師として働いたという。 ベルリンでローザ・フォン・ブラウンハイムに出会い、自身の体験をもとに映画を作ることを勧められ、短編映画制作に乗り出す。1993年に初の長編映画を監督。1994年に、ボルフガング・ベッカー、プロデューサーのシュテファン・アーント、俳優、映画監督のダニ・レビラーと共に制作会社、X フィルム・クリエイティブ・プールを設立。 1997年に2作目のウィンタースリーパーを監督し、いくらかの注目を集めるが、工業的に成功したとは言えなかった。1998年3作目となるランローラランがその年に最も成功したドイツ映画となり、またアメリカでもヒットして知られるようになる。プライベートではランローラランに主演したフランカ・ポテンテと交際していたが、2002年に分かれている。 ありがとうございます。